あ、こんばんは。じゃあ、1分ぐらいから始めます。こんばんは。ちょっと遅くなりました。えー、っと、今時間が、ああ、今日一枠だな。こんばんは、小豆島です。昨日一枠でもう1日目終わったんですよね。昼ぐらいに着いて、 で、なんだっけ、チキン、チキンラーメンカーでラオウの試食をして、で、その後、田んぼの中走って、標高600メートルに窓まで着いたっていうところまででしたね。こんばんは。ん高松港に反船あー、覚えてないですね。オリーブラインのフェリー以外に見てないような。えーと、ちなみに昨日の写真は、これかな。 これ以外に見えてないですよね。これ高松港です。えーと、こんばんは。ワイドカイメそうです。あの、いつ、いつからだったっけ切り替えました。ん奥にいるどこにこれあ、これか。白くないからわからなかったけど、これですか。あー、全然気づいてなかった <laughs>。見もせずに、こんばんは。というわけで、昨日は、 11月に破産したばっかりの小豆島ヴィラっていう別荘地に登って、登って、で、ライダーハウスで、に泊まったっていうところまでしたね。で、このオーナーさんについては語ることいっぱいありますけどね、<laughs> とりあえずこ,のあのここのオーナーさんは、えー、っと、ロードバイク乗りです。 えー、元別荘なんですけどね。今、ライダーハウスとして使われてます。そう、ライハって略しますね。RH とか略します。えー、基本的に、えー、っと、寝袋持参が前提なんですけどね。でも、ここの、あの、ちゃんとしたお布団もあって、で、1000円で泊まれます。で、えっと、あとな、何を喋るんだったかな。ここは自宅ですか。 ここと言ってるのは、写真の方はこれ、あの、小豆島のライダーハウスなんですけどね。まさか小豆島へライダーハウスできてるとは知らなかったです。ただ、私が前行ったのは9年前だから、それの1年後にも、もう、あの開いてたんですね。うん、まあ、宿っていうよりは、まあ、ライダーハウスです。ライダーハウスと宿は結構違います。何人まで ?12 人って書いてあったんですけどね。12人はかなり詰めなきゃいけないんじゃないかな。こんばんは。で、まあ、夕食後なんでしたけど、 で、ここではですね、一晩中オーナーさんと話をして、特に、あの、強力に言われたのが、島内のおすすめの店ですね。あの、こことここだけは絶対行けって、その、絶対に時間的に不可能なこと言われてたんですよ。バイクで走っても間に合うかどうかってぐらいの、あの、スケジュールになるんですよ。朝11時に開店するか、その時間に行けって行けないっていう。 多分あれはネタなのかな。何度も何度も言われたんで本気だと私は思ったんですけどね。でこれは、あの、イオン系のスーパーで買ってきた夕食でした。金茶ラーメン、そうそう。スープのつもりで買ったらですね、あっという間にスープが吸われてしまって、あまりスープにならなかったです。あ、そうそう。食事は、あのー、提供しないのが前提ですね。えっ、ー、と、命令口調というわけではないんですけどね、あの、ものすごい熱意を持って語るんですよ、オーナーさんが。 まあ、とりあえず見てみりゃ、あの、行ってみたら分かると思います。意外と美味しそうな。あれで398円なんですよね。うん。で、あの、夜は綺麗に晴れてました。というわけで、えっ、ー、と、2日目の写真の前に地図かな。2日目はですね、本当はあの完全演習しようと思ったんですけど、ここがあの、標高600メートルのライダーハウスで、で、降りて、こう、前日回ってなかったところ回って、 で、この辺りが、あの、確かここかなこの辺りが通行止めなんですよ、今。なので、それも、あの、オーナーさんに聞いてたんで、こう、迂回して、で、ぐるーっと一周回りました。本当、こう行きたかったんですけどね。最後、ちょっと、あの、都合で、時間的な都合でショートカットしました。で、ここは二十四の瞳の、あの、撮影された場所ですかね。昔行ったことは行ったんですけど、あの、年末だったんで閉まってました。 えーっと、最終日のおばあさん。最終日のおばあさん。えー、っと、どこで話したんでしたっけこう言って、こう言って。最終日のおばあさんってなんだっけあれどのことだかわからない <laughs>。そう、徳島政府オーナーさんは超熱い人ですよ。8年間やってたあの暑さってのすごいですね。 んオーナーのおばあさん。オーナーのおばあさん。ダメだ、やっぱり話がわからない。ライダーハウスのオーナーさんはですね、おばあさんじゃなくて、私より年下なんじゃないかぐらいの人なんですけどね。なんか私は今勘違いしてるかな。えー、っと、猿には遭遇しました。あの逃げませんでした、奴らは。あの放送、電波がなくて放送しなかったとこなんですけどね。そう、二重視の。 次は四国。うん、四国は結構、まあでも年末沖縄とかがあったかくていいな。えー、北海道、温州下、おしょろ。おしょろっていうとあれですかね。おしょろは確か、どこだったっけ、おしょろ。えーっと、あしょろじゃなくておしょろですよね。ニセコからどっかに行くときに通ったような気がする、おしょろ。 悪口はいや、悪口じゃなくて、いや、悪口になるな、どうしても <laughs>。で、これで翌日の朝ごはんです。暴れ馬の、うん、あの、暑すぎます。夜食テロ。いや、これ朝ごはんです。で、えっ、ー、とですね、前日あの眠くて、で、オーナーさんもな、オーナーさんもなんか、一日自転車乗ってて、早く寝てしまったんであ、起きたの6時ぐらいでした。猿、私、猿怖いと思ったことあんまないんですよね。小豆島、時計回りで、 一周、ほってほどでもないけどもありました。年末は、うーん、ちょっとまだ考えてないです。イザパン、<laughs> おしろこま。おしろまって魚か。ああ、そっか、小樽のところか。そうですね。で、あの、これ、その、小豆島ビラって別荘地の端っこの方にですね、展望台があるっていうので、オーナーさんに聞いて、あの、朝日を見に行きました。これはですね、多分、 あのー、なんだろう。支援の別荘かなんかがあったとこなんじゃないですかね。なんか消されてましたけど。飛島か。そうですね、未荘ですね。で、あの、別荘地の東の端の方に石の館っていう、なんだろう、これ。で、今、あのー、貼り紙してあったりするんですけどね。なんか差し押さえっていうか、なんていうか、そういう感じの張り紙が。ただ上の展望台は、 あの入まだ入れるようになってたんで、で、日が昇ってくるのもあって、写真撮ったのがこれです。これ、ウェブアルバムに、あの、原寸で載せてるんでですね、ダウンロードするとめちゃくちゃでっかい画像なんですけどね、眺めよかったですね。ここで見えてるのは多分、日下部港っていう、この日の夕方頃通るとこなんですけどね、そう、名刺の絵、横長すぎるんですよね、これ。こんな感じで、 あの別荘地の東の端っこがですね切り立った、まあ、崖っていうか、それで見晴らしいんですよね。<laughs> 年末年始、宗谷岬で年越しする人っているんですよねツーリあの、ツーリストで。そう、飛行機輪行だとマウンテンバイクの,あのディスクブレーキが不安で、あと重たいですからね。強化新年、世界狭い鍵を行きました。この前日,この前日に えっと、この日は通ったっけ通ったかな通ったよなうん。で、日が出てきて、これがまたライダーハウスの朝です。日下部港のあたりってイタリア半島。あー、ですかね。なんか島がくつながってるような感じですよね。そう、あの、まだ、まだっていうか、あ、そう、8億円。私も今日調べました。小豆島ビラで検索したら出てきました。ビアンキのクロス。 私は、軽さとあとマウンテンバイクの、マウンテンバイクコンポっていうんであれ買ったんですよね。カメレオンデスリー。で、えっ、ー、と、これ放送する直前です。8時半に放送開始する5分前なんですけどね。あの、下っていく途中にしか見ました。これカモシカじゃなくてシカですよね。私、カモシカ見たことないんで。あ、ちなみにこれだけじゃなくて、さっきあの、朝、 えっと、この展望台に行く途中にもでっかい鹿見ました。あ、えー、っと、帰ってくる時か。だから鹿は3頭見てますね、この時。キョンみたいな。まあ似たようなもんですよね。私はキョンは知らなかったんですけど、実際見るまで。日本の地中海か。まあそうですよね、でも。地理的に。お昼ご飯バンビは模様がついてるのがバンビですかね。で、えー、っと、下ってきて、気温は7度ですけど、割とこの日暖かかったです。 確か14度まで予報では上がる予報で、予報では上がる予報で、実際にもっと暖かい感じでした。鹿でした。で、<laughs> で、下って、前日はこっち通ってきたんで、ちょっとこっちに寄り道して、えー、これ、ふるさと村って前は、あの、ただの観光施設だったと思うんですけど、今、道の駅になってましたね。で、なんかお遍路とオリーブを混ぜたような、 ゆるキャラがいて、これは多分9年前にいたんじゃなかったかな。そう、ハート型の。ん黒っぽいやつ、ばンビ鹿でカた。で、この後、まあ、えー、っと、行き止まりに突き当たって、また引き返したりして。で、この日が、あの、何マラソンでしたっけ駅伝でしたっけ悪魔みたいな。あ、そうそう、風がこの日なかったんですよね。 なんかこのマラソン大会なのか駅伝なのかがあるみたいで、なんか高校生ぐらいの走ってる人がいっぱいいましたね。確か10時出発だっていうふうにコメントであの聞きました。で、そっちの方は途中ではそういえば会わなかったな。あ軽自動車率いつも言われるんですよね、ツーリングやってると。都心は重自動車が多いから。で、これあの、天使の散歩道ってあ傾いてますね、写真が。 あの潮,が潮が満ちてて、道がない状態です。で、前日はこれの、えー、っと、どれだっけこれか。これ、道がある状態で、しかも反対側から通ったとこですね。アベック。アベックっていつ頃言ってた言葉ですかね。で、この道が翌日の、えー、っと、朝は何時だ朝は9時半にはなかったです。ついか。 で、そのすぐ近くにあるこの小豆島ラーメンっていうのが実はあのオーナーさんがものすごく厚く押してた店の一つで、えー、680円のラーメンでおかわりがチャーシュー含めて自由っていう買い玉あのフリー買い玉なんですよなんかあのオーナーさんはですね無料とか食べ放題っていうところにも強く惹かれてたみたいです小豆島ん小豆島なのに島じゃない県 ちょうど島の島じゃないけん、島じゃないけん。えーと、ダメだ。理解できない、なんでだ。そう前480円のセットがあったらしいんですけどね。ちょうど島、島ですけど。で、これなんか、えっ、ー、と、今やってないのか潰れたのかわかんないですけど、なんかのせ施設内で、海がよく見えたんで、見に行こうとしたんですけど、先にこのバイクの人が行っちゃったんで、結局私は入れませんでした。 そうこれフェニックスっていうんですかねこの上のやつはであと多分瀬戸内芸術祭絡みのなんかじゃないかと思う何かですただよりこれは読めないで,ですね <laughs> 元画像じゃないとダメだでも2009とか書いてあったから多分芸術祭絡みだと思うんですけどなんかそういうやつです 骨。えそう見えました今4文字ですよねダメだ元が元霞にだって分からないトップかもしれないでここからえっ、ー、と北側の海沿い走り始めてないかまだかここは確かまだえっ、ー、とこの辺りかな違うこの辺りかあそうかここだこの辺りですねこの半島走ってるとこだ えっと、カップ焼きうどんに納豆を混ぜたら合わない。食べられるもの同士なのに。で、これはなんか、うきを使った。これもアートかなその子寝坊。巨大観音。ああ、巨大観音。この後写真あります。いや、翌日か。これとか。で、この胸の辺りよく見るとですね、ゼニライトって書いてあるんですよ。で、もう一番の写真の方はカタカナでゼニライトって書いてある。 だから多分これで検索すれば一体何の商品再利用してるかわかるはず頭の方は多分これ良きですよねそうなんか V とかそういうやつえーと待望の生スライドショー生スライドショーっていうのは動画じゃないってことかなカップ焼きうどん焼きそば何したって焼いてないですねそう首をかしげてある様子多かったですね で、ぐるっと回ってきて、殿将校かな、この辺りが。ラーメン麦茶で作ると、えー、緑茶で作ったどん兵衛は普通に食えました。で、この写真,あの写真だけ見ると意味わからないんですけど、アキチャさんという生主さんが凸してくれました。女性凸です。で、ここで確かアクエリアスと、あとシュークリームをもらったんですよね。なんかあの、えっ、ー、と、小豆島が実家だって言われてたかな。 普段倉敷の方で。そう、ゼニライト。えーっと、さらし首、さらし首。あ、社名でしたか。V か。納豆。納豆火通すと、匂い少なくなりませんかね。ライト。鉱物のライトだったら、あ、そうそう、LIT ですよね、やっぱ。オリーブライン。全国に。<laughs> 秋茶さんは生主さんらしいんですけどね。 で、私も名刺渡して、で、後であのでシュークリームいただきました。倉敷といえば、某それがしさんですかね。元気かな元気でした。その話は翌日ですね。この日、翌日に出てきます。納豆は加熱する <coughs>。あ、そうですかね。あ、近くに来たら。で、今の店はですね、あの、ここにあるうどん屋さんなんですよ。 でこ,れあのここもオーナーさんが熱く押してたところで <laughs> あの、サヌキの夢っていう国産の小麦を使ったうどんなんですよ、で製麺所があの地元で要望を受けてあの、店頭でも食べさせてるってとこなんですけど、あの前日、その地図見せてもらったデスカメ写真がですね、180度見る方向、間違えてて、<laughs> この港からこっちの方にあるかと思ったら間違ったんですね、こう言ってまた引き返して、こっちでうどん食べました。 生集、あ、そう、映像来てなかったんですよね。安いシュークリームと言いがかりをつけましたね。あ、そんなことあったっけ、なんか。そう、えーと、私はあったと思ってるんだけど、すれ違っただけだと私は思ったんだけどな、すれ違いましたかっていうふうに聞かれて、よくわからないんですよね。もしあれがマロさん本人じゃないとしたら、めちゃくちゃよく似てる人すれ違いましたけど、しかも自転車乗ってる状態で。 あの、大峰ってこっちが製麺所で、多分、こっちが店舗ですね。工場にしか。まあ、基本的に製麺所なんですよ。で、こっち側の店舗の方で、食べたのは、えー、この日のおすすめだった、なんだっけ、梅そぼろ、梅そぼろうどんと、あとこっちがごぼ店とちくわ店です。で、この梅とそぼろが混じっててですね、なんか生肉入ってるように見えるんですけど、これはそのちゃんと火が通ったそ,あのそぼろと、 麺が混ぜてあるんですよでこの麺がですねあのー、私があの過去に食ったうどんの中で1番か2番ぐらいにめちゃくちゃ美味しかったんですよこれとあらあの争ってるのは、えー、9年前来た時に高松の市街地で食った讃岐屋っていうところの、えー、なめっこおろしうどんってやつなんですけどそことなんかちょっと麺が似てる感じなんですよ でこれえらい美味しかったね。翌日も結局食べ行きましたね。あとついでにあの、えー、っと、今回航空、えー、優待券もらった島田さんへのお土産もこれしてしまいましたね。お土産というか、あの、送ったんですけど。えー、っと、あー、だいぶコメント流れた。すいません。うん、天気は意外と良かったですね。えー、サヌキはそうです。2009。確かこの時2009の粉使われてたんじゃなかったかな。そう、揚げ物も、揚げ物確か100円かなでした。 ん水がない香川県ですね香川県水がないネタ飯画像、まあ、この後あのぶっかけのタレをタレというかつゆかなかけて食べたんですけどねほんと美味しかったでもあのこの後ですね、あのー、帰ってきてからこの大峰のうどん屋さんっていうので検索したらブログとか見るとなんかそんなに普通とか書いてるのがあってあれっ思ったんですけどね一般的にこれってめちゃくちゃ美味しいブルーに入るんじゃないのかな島に廃車あの3万人の島なので あの十分そういうのあると思います集落もあちこちあるんですよえっ、ー、と揚げ物の粉どうかなそこだけ別にしてあったりしないんじゃないですかねでその後あの1周し始めて餅に近いあ食感はなんて表現したらいいのかな表面がほんの少し柔らかくて中しっかりコシがあるっていう打ち立て確かになんか伸びてる感じじゃなかったですね うどん粉衣にうどんのかりんとうってのあったんですけどああちょっとコメントがコメントがすいませんちょ,ちょっとちょっと飛ばしますでこれ4匹ぐらい猫が固まってましたあのこいつだけ逃げなかったこの奥の方にももう 1, もう1匹いるんですよ、まあ、こんだけなんですけどねえーとちょっとコメントざっとえっ、ー、とうどん自分用の土産を買ってないですね離島人口 そそうそうあの大きな店も結構あるんで、イオンとか、あとセブンイレブンがあちこちあって、えーっと、あと何があったっけあれ何があったっけまあいろいろ店はあるわけですよ。あのダイソーも確かありましたね、市街地に、殿翔の,の。あ、そうそうゆ、ゆで方も重要だと、重要だと思うんですよ。し、確か小豆島町と殿翔町ですよね。まあ、地下町か町かからないけど。 何食べて猫はそうですよね山の上とかにもいるからな出しかあれは醤油系だったかなそうでもなかったような気もする猫には泣かれないですねで、えー、とこの日はアップダウンばっかりでしたえっ、ー、とこれ見れば分かるかなあれ出したことないなそもそもここは標高600スタートなんでこの辺りとか標高200ぐらい登るんですけど小さいですねこれ小さいで こう,いう標高 50m ぐらいの出っ張りが意外ときあの効いてきます西伊豆ほどはひどくないんですけどね動物としてあと山の中になぜかあの山っていうカラオケ道場があってこれってなんかあの裏口かと思ったらこれが正面入り口みたいですねそもそも営業してるのかどうかわからないんですけどここにあの植木があってこれはちゃんとあの花が咲いてたんで あの、廃棄はされてないんだと思いますそう大声でもどんな大声出したって隣まで届かないと思いますえーっとあしか歯医者さんってなんか密集してありますよねうちの近くにも23件あるんですけど淡路島と小豆島どっちがでかかったですか小豆島あ違う違う淡路島の方がでかかったですあそうや、淡路島も3日かけて回ったんですよね私はそうあ博士さんいらっしゃいませ <laughs> 峠うん、きついんですけどね。で、あちこちにあの、ちょっとした集落とか、あと海沿いには割と大きな集落もありましたね。これはちょっと山の内側の方だったかな。で、向こうに海が見えてきて、これは何、何養殖してるんですかね。なんか海の向こうに見えてました。で、多分向こうに見えてるこの、えー、陸地は岡山県の方だと思います。多分。 あと7分続きはしてやりますで。あと島のあちこちにこの小豆島石の絵手紙っていう作品が飾ってあるっていうのかな。これ石に直に手で描いてあるんですかね。印刷してあるのかな。でも全部違う絵でいっぱいありました。祭りの。えっ、ー、と、小豆島は町だったと思います。確か。 神戸に通ってる人もいて、あ,あ、そっか、車で渡れますからね。確か、えっ、ー、と、淡路島3つぐらいいい市があったんでしたっけ市高、町高。浜地ってあんな狭いところでできるんですかねっていもらったら、輸送量が大変だと思います。で、これ確かどっか途中にあった道の駅ですね。えー、ここで、あのー、宿を取ったんですよ。もともとこの日はですね、あのー、 ここのライダーハウスに1泊目して、2泊目はここのユースホステルに泊まろうと思ってたんですけど、電話したら、前日夜に電話したらあの、メンテナンスでやってないって言われて、で、あの他の宿紹介しましょうかって言われたけど、まあ、自分で探してみますって言って、で、ここにあるサイクリングターミナルに電話したら出なくて、で、調べてみると、もうなくなってるとこだったり、いろいろあって、最終的にこの道の駅で電話して、ここの民宿になんとか宿が取れました。 結局4件目だったかな ?3 件目の民宿も確かこの日は当該におかみさんが出てるから <laughs> やってないとか言われて。まあ月曜、あの日曜夜ですからね。で、無事に宿も取れて。で、この後北側をぐるっと回ってると、あの、こういう景色が目立ってきました。お、いらっしゃいませ。んアマゾンあーし、どうですかね。小豆島とか,かん結構大きいから、 どうかなえっ、ー、と、霧とか台風、船も、うん、結構船多い、瓶は多いんですけどね。で,でも、それでも橋,とつなが橋でつながってる淡路島とは違うかな八丈島、多分小豆島の方が大きくないかな海岸線は小豆島の方が大きいと思うんですけど、どうだろう えっと、エリエス荘は宿としてはやってなかったみたいです。で、あの、めちゃくちゃ怪しい公式サイトがまだ残ってるんですよね。で、近づいてみると、あの、山が盛大に削られてました。これ、石灰とかじゃなくて、石材として削ら、あの、削られてるみたいですね。で、石屋さんがあちこちにありました。石屋さん。えっ、ー、と、宿のおばあさん、この日は松風荘っていうところだったんですけど、 あの親切なおばさんでしたね。な、何言われたんだったかなあ、そうそう、自転車で回ってるって言ったら、あの、若いからできるんですねって言われたから、また40歳ですとか、そのネタを例によって繰り返してました。で、ここから船で持っていくんでしょうね。泳ごうぜ。寒いです。送料かからん。離島扱いにはならないんですかね、この大きさだと。 7 0キロぐらい。体力的に。あ、そうですかね。八条のほうがきつい。あ、山登るからかな。ん人がいる。人は。あ、そうそう。そういや、そうだった。なんか、年配夫婦がここで、なんか、端っこまで歩いて行ってるんだった。まあ、アベックというか。カオだけで取れる石は、あの、これですね。大阪城の石垣に使われてる石らしいんですよ。この後に、あの、そういう、 えー、元石切り場の写真がありますでこれは一応つながってるから島あの別の島じゃなくてこれも小豆島かなこっちも削られてましたで小豆島ってあの寒隔形の石灰岩があの南側から見ると景色が綺麗なんですけどあ北側に回り込むとかなり削られてるんですね島面積19位あ結構でかい方ですかねあでこれがあの秋茶さんからもらったシュークリームです あずまいがあったんで休憩しながら食べたんですけどね、電波来てませんでした。てか、放送が止まってたのかなそう、学生じゃないんですよね、まだ。まだじゃない、もう。<laughs> なんだ、まだって。離島扱い、距離かなで、これはどっかの港町にいた、舌出してる猫。ちょっと目やにが溜まってるから、風邪ひいてるんでしょうね。えー、あ、あとに了解です。大阪城の曹操。そうそう ん瀬戸内のっていうのかな小豆島だけじゃないんですかね。北側、ひどい登らないことを、ん登らない。今週末は、ああ、まだ何も考えてないです。で、これが、あの、姫路の方に、姫路じゃなくて、姫路の方にフェリーが出てる、福田港ってとこなんですけどね。なんか、ここだけ、島の中だと、あの、こんなとこにあるんですよね。あ、それ言ったら、ここもそうか。 この辺りが福田港です。えーっと、あー、あと1分ぐらいか。え、土場。あ、伊豆なんですか。シュークリームは靴積みだと思うんだよね。あ、州だからか。え、でも州って、綴り違いますよね。北側の方。うん、北側と南側は全然違うんですよね。で、これも多分切り出した石なんでしょうけど、あの、石板が束ねてあって。 なんか印象的でした神奈川県か、そうなんですよね。なんでか地元全然走ってない、最近。これもなんか石アート。で、これはアップダウンの写真で、あ、そうそう、これ。あの、大阪城の石垣の石を取ったところが、史跡として残ってましたあ。あと20秒ですね。えーと、じゃあ最後は最後どれか、こんなんかな。 本当になんか石ばっかりでした、この辺りは。じゃあ、明日続きやります。なんか中途半端だったな。まあいいや、おやすみなさい。ありがとうございました。芸術かな。<laughs> あ、めちゃんと終わった。お、エロヒトこんばんは。ああ、やっとちゃんとなった。 すみません、遅くなりまして。えー、遅くなったうちのですね、10分分はちょっと今、この配信、配信する周りが変になってたんで、あの、画面がえらい小さく表示されてたんで、それの修正時間かかってました、10分だけは。こんばんは。橋本くんから誰だろう、こんばんは。じゃあまた例によって1分になったらスタートします。えー、と、昨日ど、どこまで行ったのだったっけ これじゃない。えー、確か昨日は。えーっと、これか。じゃあ始めます。こんばんは。確か昨日この辺りまででしたね。で、えーっと、これは。あ、そうか、最初に行った方がいいのかな。まあ、枕ですけど。 ね小豆島3日間走ってきたうちの2日目です。で、昨日はこのあの、まあ3分の2ぐらいかな。3分の2週ぐらいしたうちの、えー、写真どのあたりだっけこのあたりかな。多分この辺り、ま、の写真が今のこれです。いい天気の。うーん、まあまあでしたかね、この日は。途中そんなになんか青空でもなかったような気もしますね。で、大体いいこれも、あの、宿に向かって、 もうあと 10, 10キロもないか。5キロぐらいのところかな。で、えっ、ー、と、今のはこの辺りかな。このた、えー、立花トンネルっていうところがあって、もともとはですね、この時、予定ではこっちが一周してから宿に行くつもりだったんですけど、あの、食事ができる辺りがこの辺りしかなくて、あと宿はあのこの時、ひと泊りだったんですよ。えっ、ー、と、旅館、民宿ですね。こんばんは。 ドラム缶がこういう若いからか。で、まぁ、あ、こっちに行ってたら時間が遅くなるのと、食事の場所がないんで、まあ、それ言い訳にして、こっち側の方にショートカットしました。そんかり、トンネル通らずに、この、の峠っていうとこ通るっていう。のを説明するの時間かけてしまったな。このドラム缶何なんですかね。オリーブ、え、オリーブオイルこれ。えオリーブオイルなのか、これ。 今写真見て初めて気がついたさすが小豆島というかこれ中に入ってるわけないですよねオリーブオイル赤花赤いの、えー、野宿は夏にしかやらないですね寒い時はもうすぐ風邪ひくんでそう峠に、まあ、峠ハンティングも兼ねてですね赤いそうオリーブの産地多分この辺りが立花峠ですでこれ越えて市街地が 見えてくるんですけど、うん、小さいな。こんな感じで。で、この辺りでその、ライダーハウスのオーナーさん、前の夜にライダーハウスのオーナーさんに勧められた店が確か近くにあったっていうのを思い出して、あの、EAT で EAT っていう食堂なんですけど、あ、20賞、今回も前回も行ってないんですよね。映画見てないし。まあ、この辺りにある店なんですけど、 えーっとですね、前の夜にラ,ライダーハウスで撮ってきたそのオーナーさんの,そのおすすめのおすすめの店のスクラップブックを写真撮ってたんですけどそれ見るとなんか何時確かあれ営業時間書いてなかったのかな、まあ、こ,のこの辺りといの分かったんで,で店に電話したら16時半にオーダーストップって言ってたんですよねでこの時確か15分前だったかな 16, 16時15分ぐらいだったんですよ。 えっと、結局、マロさんにはこの後出てきます。いや、マロさんが出てくるかどうかっていうのは秘密なんですけど。えー、ライターハウスのご主人はライサイクリストですけど、この時の民宿はご主人見てないです。お母さんだけに会いました。で、こっからまあ間に合えばラッキーってことで大急ぎで行って、結局食べられたんですけどね。16時30分の、確か1分切ってた時に着いたんですよね。で、今間に、ラストオーダー間に合いますかって言って、 で、なんか、厨房の方に奥さんが相談しに行って、<laughs> 一応、これとこれは、ま、今できないんだけど、これはできますって言われたんで、あの野菜ゴロゴロスープっていうのを食べてきました。ただそこの食堂はですね、あんまりなんか写真公開しちゃいけないっていうのと、多分地元のためだけにやりたいんでしょうね。なので、えー、細かい情報は伏せときます。いや、強引じゃないですよ。あの、下手に出ましたよ、ちゃんと。で、そこのところの写真はないです。まあ、個人的には撮ってるんですけど、 公開しないんだったら撮ってもいいですかって言ってお願いして、自分のためだけに撮りました。皆さんには絶対見せられません。そう、ほんとギリギリでしたね。で、ここから宿に向かうんですけど、この辺りは醤油工場ばっかりです。あの本当に醤油の香りが漂ってて、私はあの生まれ育ったところが醤油工場の近くだったんで、懐かしいんですよ、こういうのは。なんか醤油工場ってこういう道路またいでパイプが通ってるんですよね。 大体どこでもそんな気がする。あー、雰囲気いいですよ。いや、秘密。あのこ、うーんとですね。いや、やっぱ秘密。でも、あの、行ってみる価値は十分にあります。またいでますよね、なんか。あ、そう、確かこれ、これ、マルキンかな。マルキンっていうのがこの辺りで一,一番目立ってるあのブランドなんですけど、ライダーハウスのさサマルキンの マルキンの見学には絶対行くな。山なんとかの見学に行けっていう風に何度も言ってました。3回は言ってたのな、最低でも。まあ、どっちしろもう時間遅かったんですけどね。あのパイプ何流れてるんですかね。私も子供の頃から何度も見てるんですけど知らないんですよ。醤油。一般人もそうそう。多分、徹底されてないから検索すれば出るだろうとは思うんですけどね。マルキンチョコ知らない。 醤油ソフトは食べてないです。あるのは見たんですけどね。昔来た時は確か食べたことあります。で、結構美味しかった覚えがあるんですけど、醤油味噌。作ってるのもっていうのは小豆までってことですかね。それともあの一般家庭でってことかな。全国的に。で、日が暮れて宿に到着。ま、つかぜそうっていうところです。えー、素泊まりで4000円でした。で、まあ、部屋はまあ民宿の普通の部屋ですね。 で、この時はイ配信何やったんだったっけすいません、うんさん、うんさ、うんさいらっしゃいませあ。あなたの家が。玄関なんかこの、門構えがあるだけなんですけどね。それだけで随分雰囲気違いますよね。餅入りです。確かに餅が入ってました。あとはこの宿では、あの、オリーブオイルの塩、オリーブオイルじゃないや。オリーブの実の塩漬けっていうのもらったんですよね。 なんかたくさんつけてあって、あの、二つほど小鉢にいただいて、どうぞって言われたんですけどね。そう、餅付きでございます。うん、あの、りんごのお酒飲んだ時ですね。で、この日は、あとは言うことなかったかな。写真に残ってないとすぐ忘れますからね。